はい今日はですね、えー、と僕は、えー、受験期、受験期真っ先なのか、あ、えー、って、ね、見始めたのがね2月の1日くらいだからね、2月1日じゃそんぐらいか、マジで、にハマった。 えー、ハイスコクアクールっていうアニメがありましてえ、僕は漫画版見てないんで、アニメしか見てない。しかも YouTube のトレーダー版しか見てないので、超に若なんで、今、こう、見てる最中なんですけど、についてレビューしてると思います。えー、はい。まあね、まあ、こんな感じです。ハイスコークールどんな漫画ゲームの漫画です。えー、1990年代くらいの、えーまあ、ストリートファイターが好きな男の外グシハルコ国クで、で、その子 がまあゲームの知識をね、いろいろバーって言ってたからゲームを作るにはすごく面白いかなぁと思います。で、いやだから本当に面白いですよ。で、えー、でこれでね、あのなでもう一つ、えー、特徴といえば、この題名ね、ガーって書くでしょ。これね実は恋愛なんですよ。はい。で、どういう恋愛なのかっていうこんな色。この矢口、出ねえな、これな。えー、ちょっとださ、ね、だからその、今、ね、多分まあわかると思いますけど、こう矢口春夫君と女の子二人、日高と。 こう貼ると王の秋だとの三角関係がね。こうあるわけです。こうじゃないな。こうあるわけです。こうバチバチになってるわけですね。で、こう好きなわけですね。でね。で、それで最後、えー、そのアニメの、えー、ラウンドえに、ー、えっ、ー、と待って2期2期が2期つっ,ってるのかな、ね？での、えー、一番最後にね。えっ、ー、と王の秋だと。 矢口波動がこうね、空港でばったり、ばったりというかですね、あってですね、はぐしてですね、で、この大きさが3日に去っちゃうって、なんかこう、まあ、その感じで去っちゃうって感じで終わるんですけど、だから最後はもう一番やいんですこれダメなんですね。わ、まあ、かりにくいな。まあいいなまあ見てください。はい。で、こういうアニメですね、だからしてたんですが、えー、何が、まあ受験期見た俺の観測,観測としては、えっと、これにですね、この三角関係にですね、大学受験での、えー、精神、 っていううものを、えー、学んだわけですね,、えー、ねどういうその時はもう受験生バリバリ受験生でしたからそういう思わずと得えないわけですねどう思ったかっていうとなじゃ何が違うのかって話ですよこのね不ライドかとずっとこう結ばれてる女のヒダカ何が違うのかまずね、えー、いろいろ考えていきましょう、えー、バカずあだからその合う頻度とか 大野秋だね。何回もアメリカ行ってます。アメリカとかね。いろいろ海外とか行って、小学校の時も行って、中入で戻ってきてとかって、いろいろ行ってます。離れてます。あまり会ってないです。これ日、ひらかまあ、確かに、あの、 女木は小学校の時から合ってるんですよ、ね。で、日高は、えー、中学入ってから、しかも、えっ、ー、と、中3で初めて矢口さんをお近くになったかな。なんちょっとまあ確かにあの場数は少ないということもあるけど、ここっちの方が圧倒的に合ってはいると思うんですね。で、だから多分場数の方ではこっちに合ってるという性なんですか。で、<laughs> じゃあ何が違うのかっていう話ですよね。えっ、ー、とね、 僕の結論はこれです。ゴールが違うんですね。どういうことか。日高はどういうゴールかっていうと、約一と付き合うこと、付き合い始める、もっと言えば付き合い始めることにゴールを置いてるんですよ。だから、なんか、 一緒に、あの一緒にいる、部口が張が、えっ、ー、と、まあ一人のストーリー、人々、人々ファイター2とかやってる時に、こうやって座って、ちょっと見せてとかって言って、あ、これで、で、その周りに、なんか、こう,うカップルだみたいなあって,て、あ、付け合ってると思われてる。それだけがゴールなんです。それだけで終わってる。だから、付け始めることに重きを置いてるのが日高。対照的に、大野明ゃないかっていうと、それじゃないと、もっと先になる。あの結構あのね、あの、これは僕もあまり言葉で言う。 言えないくらい結構面白いというか深いものなのであんまり言えないんですけど結構も置いてるんですね。なんとか付き合う以上の愛を持ってると。それで繋がってるよって。ねこれがね、まあ、例えばね、どういうアナロジーか。これが受験生ですよ。で、これが大のわけだかが大学なわけです。大学と意思疎通したいと合,合格したいわけですよ。だからどうするのかって、その時の十分ですね。あ,あ、そうかと。こう 合格するだけじゃなくて受かってからのことも考えればいいんだとそういうふうに思ったわけですね。何言ってるか自分でもさっぱり。じゃあね。